カールスルーエは第一次世界大戦後に建造されたドイツ海軍の軽巡洋艦、軽急巡洋艦の一隻。カールスルーエは1926年7月27日、キールのドイッチャベルケ社で寄港。1927年8月20日に浸水。1929年11月6日に収益する。第二次世界大戦前には海外への訓練公開などに従事した。 1930年5月24日から12月12日まで、アフリカ方面などへの公開を行う。1931年11月30日から1932年12月8日まで、東南アジア、アメリカ方面へ公開。1933年10月14日から1934年6月15日まで、再び東南アジア、アメリカ方面へ公開。 1934年10月22日から1935年6月15日まで、アメリカ方面への公開。1935年10月21日から1936年6月8日まで、東南アジア、日本、アメリカ方面への公開。1936年に、スペイン内戦が始まると、カールスルーエもスペイン海域に派遣された。 1940年4月に開始されたドイツ軍のノルウェー進攻作戦で、カールスルーエは、水雷艇グライフ、ルックス、ゼイアドラーなどと共に、クリスチャンさん、アーレンダール攻略に当たることとなった。上陸部隊を乗せた後、カールスルーエは4月8日に水雷艇ルックスとゼイアドラーに伴われて、ブレーマーハーフェンを出撃した。途中で水雷艇グライフ、エスボートボカンチンタウ、 S, S ボート部隊と合流し、濃い霧の中を目的地に向かって進んだ。4月9日朝、部隊はクリスチャンさんのあるフィヨルドへ侵入を開始した。ノルウェーの要塞からの砲撃を受けるが、カールスルーエは何度か攻撃を行い、クリスチャンさんの占領に成功した。同日19時、カールスルーエは、ルックス、ゼイアドラー、グライフを伴って出港し、人に着いた。20時頃、 イギリス潜水艦、トルーアントの攻撃を受け、カールスルーエに魚雷が命中した。トルーアントは10本の魚雷を発射し3度爆発音を聞いているが、ドイツ側の報告では命中魚雷は1本となっている。カールスルーエの損害は大きく、ゼイアドラーとルックスが上位を収容した後、22時50分にグライフから魚雷2本が撃ち込まれ、カールスルーエは沈没した。 長年、ノルウェーを攻撃したドイツの大型艦の中で唯一沈没場所が不明だったが、2020年9月、ノルウェー沖水面下488メートルの海底で80年ぶりに発見された。発見の3年前、送電網システムを運営するノルウェーの国営企業がソナーによる海底ケーブルの検査中に確認していたが、2020年夏にエンジニアらが作業船で、 さらなる調査を行い、沈没位置を検証した。ありがとうございます。